ではそんな皆さんは次に立命館がドン待っています。はい、こちらですね、立命館でございますけれども、立命は15題出されるんだ、文法問題がのうちの10題抜粋です。はい、っていうようなところです。もうちょっとあったかな、18、20やったかな。はい、まあただ抜粋です。で、基本となる文法問題と、そこにあとはイディオムを入れてくるという最も定番のパターンですね。さあ、では立命見てまいりましょう。全問正解なるか。1つ目 What is the long list? What is this long list of words? 4 What for equal why? ちなみに What like イコール How? How is the weather? What is the weather like? の Y バージョン。なら、この長いリストの単語は何のためにあるの? What is this long list of words for? 一体何のためにこの長い単語のリストがあるんですか?言ってます。 Word for 何のために、 Why。 さあ、まだ満点の意味は残っているでしょうか。 B If you have any questions, please feel free to、 まあ、お気軽にオフィスに連絡ください。コンタクトは他同士やで。腹立つな。 S Contract all S は O と連絡を取る。ただこんな英語そんな言わんで、多分ジーニアス引いた書いてあると思う。 Get in touch with、 だいたいこっちです、連絡を取るは。はい、だからまあちょっと嫌な問題。コンタクトは他動詞です。直接目的を取るんで、オフィスにお気軽に連絡くださいって言ってます。はい、さあ、まだ満点の夢残ってるでしょうか。大丈夫ですか。はい、大丈夫でしょうか。はい、意外と夢がついた方が多いですね、今日は。はい、 His suitcase had a tag with his name 印刷されたプリント後ろから就職。まあこれはもう大丈夫でしょうね。その上に印刷された、はい、名前が印刷されたタグがついてるよっていうようなところです。 D、 落ち着いて。ここ、仮定法なっとるよ。仮定法過去完了。I could have avoided the mistake. 私はミスを避けることができたのに、実際は避けることができなかった。はい。D を入れましょう。With a little more care. 仮にもう少し注意していたら。はい。With 名詞でもできますよ。With 名詞。もしニョロニョロなら、ニョロニョロだったのに。without が主ですけど、with でもできます。もし何々がなかったらっていう without のイメージ多いですね。without but for ってやつでしょ。これは大変イメージとしては強いかと思いますけれども、with バージョンも全然できます。もう少し、注意していたらミスしなかったのに。5つ目。出た。取れるかな?取れるかな?これが疑問の癒し。You say。よし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 。ここは結構みんな鍛えられている。How dare express it? よくもニョロニョロできるね。よくもあなたは私にそんなこと言えるよね。ぶち切れてます。はい、もう一個パターンあります。似たようなやつで How come も S プラス V ね。これどっかで一回話したね。 How come イコール Y。 はい、最近はテレビでやってるか知りませんが、 You は何しに日本へ。
どうして日本にやってきたの ?How come you pick in Japan? これです。How come you pick in Japan? これは多分向こうの人もよく聞くんでしょうね。私が学校現場で、学校現場は逆の外人受け入れやってるんですよね。だからクラスに秋から急に外人に対するそのちゃうみたいな。まあ、私は一応多少は英語は、たしなみありますので喋りかけるんですけれども、その時に必ず How come you pick in Japan or 北陸学院 High School って聞くんですよ。どうしてミッションなのって聞いたら、これみんな一瞬で理解してくれます。なんか日本人の英語ってほら、俺そんな発音うまくないから伝わりにくかったりとか言い回しが下手だったりするんだけど、これはみんな絶対すぐ分かる。だから言い回しとして確実にあるんだろうなっていつも思います。 How come is plus B です。これもハテナですけれども肯定文になるので気をつけてくださいっていうようなところです。なかなか英語って言い回しが大変なんで、こういう時こういうがどんだけやっても伝わらないから、つらしつらしで、私も別に海外に足を運べるわけじゃないから、そういうところで苦労はするんですけども、 How come は大変よく伝わる。さあ次です。 This animal rescue center relies on from locals to survive、ね、まあ、こちらは地元住民からの何があって生き残ることができるのか、政治学マナーズ、手段じゃないよ、マナーですついてはね、アンセスターズ、祖先なんや、ドネーション、寄付、地元住民の寄付がに頼って生きるというような言い方でいいです。さあ次はこれなんですよね。これあの典型的なビジネス英語です。まあぜひ今日ここで触れてたらいいかなと思います。 The deadline is tomorrow、ね、締め切りなんです。大丈夫な、締め切り、うん、締め切りがあって、締め切りは、あ、締め切りでこういう書き方するんですけど、締めでいいです。皆さん、締め切りは明日なので、 Let's put away our phones、 携帯どっか置こうぜ、だ集中しようって言うんです。 To avoid further、 これパッと言っちゃいます。 Procrastination、これ、仕事なんかの引き延ばしを指します。これでも、あの英会話とかだったら結構使います。残業するときこれで言います、To procrastinate、 長いんだけど意外と使えます。動詞で procrastinate っていうのがあって、これで何々を、仕事を先延ばしにするなんだわ。で、残業するの意味もあります。仕事ちょっと残っちゃって、やし、これは具体語で知ってたらでかいってやつです。 Procrastination、 引き延ばし、だからさらなる残業とか引き延ばしを避けるべく携帯はどっか置いとこうねっていうふうに、みんなで集中しようねって言った一言なんです。まあ他の単語はまた確認しておいてください。で、頑張って H ですけれども、これはもうなんか単語の合わせだよね。The powder in a glass of water。 コップの中の水にパウダーを溶かしましょう。 Dissolve、 何々を溶かす、溶解するってやつです。はい、で次がこれ。 They proved that the antique was、 そのアンティーク雑貨、まあそのまあ古物、要するに古いも古い置物だよね。アンティークはジーニュイン、本物。だいぶここら辺で、ね、これは単語やっとくか。 Mature、 成熟した、これ絶対覚えておいてね。自分がよく英作で使う形が Mature Citizen で使います。これめっちゃ使います。成熟した大人になろう、うん、なんか君らにあの一番基本となる勉強する意味とか海外留学行く理由とか書いたらすごい単純なので終わっちゃうんだけれども、あのこういうふうに要するに英語のスキルを持って要するに We are more globalized、 グローバル化して And we become mature citizen、 成熟した人になる。こういうのとか結構使うと読み手がグッときます。これが成熟した大人。
まあ大人の意味合いでシティズン使ってますね。最近もうなんか多いじゃん、やべえの闇バイトとかさ、そういう時代にやっぱね、こういい大人ってなんだろうみたいなところで、ちゃんとした大人、もちろん対応インマチュアでやって悪い大人っていうのもできます。テーマは飼いならされたで、デリバレットはこれはもう言い続けるからね、二通りの意味ね。はい、わざと濃いのと慎重にが対義語になっているというので、絶対に押さえてください。もうデリバレットはもう絶対です。もうこれは押さえておかなが、受験は戦えぬの世界なので。はい、お願いします。The artist that I've heard myself being only described as silly as、 はい、私自身が今ある不幸な状況というのは、はい、もうほにゃららによってしか言い表せない。頑張りますか。 Once、 まあ、クソムズ単語ですね。飛び回る、あの立命あるあるですけど、意味不明単語と合わせてきます。だから正直覚えなくてもさすがに大丈夫です。まあ、ただ要するにすごい、パッシブな単語ってやつです。そんな使うことのない単語、プレポジション、先ほど声があって嬉しかった前置詞、はい、プラン、これなんか困ります。大ダンスパーティーいつ使うねん確かに TOEIC とかで稀にあるっていうのは。で、プレディカメントで苦境だわってことです。あの、実名、この意味不明な単語を入れてきて1個っていうのあるんで、これさっきだからある意味言ってたの正解だな、他も意味わかんないからこれしかねえだろうっていうので結構できます。こういうのが2問ぐらいあるんで気をつけてください。まあ、実名は結構ね、可能性があるから、ね、まあ、ちょっとさっきは見なかったんですけど、滑り止めのよく対象になります。